パーコンリのハッピーリノアです。本日はマリオカート8デラックス久しぶりにやっていこうと思います。グランプリの方をやっていきます。いつの間にかなんかここにハテナの列ができてることに気づいた。キャラピーチのスプラバギースリックタイヤもくもくバルーンでこっち側の追加コースの方やっていきます。今日は、ムーンカップは終わってるのでフルーツカップからやっていきます。ツアーアムステルダムブルーム GBA リバーサイドパーク Wii の DK スノーボードクロスヨシアイランドやっていきます。最初のコースはツアーアムステルダムブルームです。よいしょ。本当に初見なのでどんなコースか全く知りません。よいしょ。あ、全然アイテム取れない。こっち？こっちか。ほほほほほほ。これもまたね、海外モチーフのコースですね。え、電車来るの？電車来るの？うおえい！あ、引かれないタイプの電車。ありがたや。ちょっと邪魔だな、仮面やめてほしい。使おうと思ったけど遅かったはずだ。痛い。あの仮面に2回もダメージを与えられるなんて、もったいないけど。え、2回目水なの？うん、間違えた。つい勢い余って使っちゃった。うん、なんかさ、この辺で爆発してたから割と混戦っぽいね。お、狭い通路のバナナは有効。で、こっち？オッケー。5月もね、半ばというかもうすぐ終わりに近づいておりますけれども、なんか突然暑くなったりね、なんかちょっと涼しかったりみたいな感じですけどね。まあ、もう夏が近づいていますね。ちゃんと水分取っていきましょう。わ、すごいかわいいチューリップ。うわー、パックン。これインコースじゃないといけないね。持ち逃げでいきます。はっ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 。待って、抜かれてる。マジか。えい、もうダメだ、使うしかない。あー、3位だった。まあ初見だからいいか。とりあえずこのまま抜きます。ね、なんかちょっとね、4月5月は1個前のねテトリスの動画でも話したんですけど、ちょっとタイクレにはまってしまいましたね。クレーンゲームがオンラインでできるっていう素晴らしさね、これ。もともとね、クレーンゲームすごく好きで、学生時代めちゃくちゃやってて、家をぬいぐるみまみれにしてよく怒られてたんですけど、撮るのが楽しいっていう感じだったんですよね。また今回もね、あー、ハマってしまって、動画がまだまだ上がります。よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいです。結構ね、いろんな景品があったりとか、無料のチケットを1日1枚もらえたりとかして、 あと人のねプレイが見れたりもして面白いやっております。そし
してこのフルーツパークも完全初見なので全然道が分かりません。やっほー、ショートカットなのかな。ちょっと調子乗ったね、ちょっと調子乗ったね。よし、あーやばー、最悪だ。なんかちょっとあのドンキーのコースに似てる雰囲気が。イエーイ。え、待って、コインがさゼロなのだけど、逆にすごいよくコインが出ない。コイン狙っていこう。出た出た。てかあの木の、え、何あれ、なんかさパックンがさ、あれどうやって、え、あれどうやって取るんだろうね。ぶつかればいいのかな、ぶつかったら落とすのかな。ちょっとでも怖いからいいや。あ、ゴール？あ、やったー。気づいたらゴールだった。イエーイ。オッケー。次のコース。あ、そうそう。でもさ、5月になってさ、やっぱ思ったのがあれ。花粉がもうなくなったね。なくなったわけじゃないんだけど、花粉症民の方ね、無事にあの今年のシーズンを乗り越えたかなと思います。いやー今年はきつかったですね。でもなんか私の中であの本当に辛い時って鼻で息ができない時だったんだけど、今年は割とまあなんとか鼻で息はできたけど、とにかく目がかゆかったからね、めちゃくちゃ目薬使いましたね。やっほー、あーははは、もう今ちょっと角度つけすぎたなって思った。そうで今年からやっぱりちょっと、あーちょっと調子乗った、またなんか花粉症になっちゃったみたいな人が周りに結構いましたね。花粉症の人が増えてる感じがしますけどね。消化来てるね。いやだよー、来ないで。キラーも来てる。あぶねあぶねあぶね。わはー、持っててよかったバナナ。このコースはなんか知ったことあるかもしれない。昔のゲームで走った記憶がある。よいしょ。いや腕が落ちてますね、確実に。コインが全然取れない。もともとそんなに上手じゃないんだけど。これってさ、あ、やった、ラッキー。着地のタイミングで消えたね。よいしょ、お配りにコース、ほいほいほい。危な、ヘイホー危な。上待ってよー、マジー、やめてー、やめてー、危ねー、危なかったー。オッケー、早いね。なんかもう次最後かな。
フルーツカップヨッシーアイランドでございます。ファイナルレース、ここも初見かな。ってかこれはもう完全新しいコースか。懐かしい、ヨッシーアイランドの曲が流れてる。ヨッシーアイランド皆さんやったことありますかね。ヨッシーがベビーマリオを背中に背負って進めていくっていうストーリーなんですけど、コイン拾った時の音も違う気がする。ヨッシーがダメージを食らっちゃうととか、敵にね、なんか連れ去られちゃって、ベビーちゃんをマリオね、そんでなんかすごい泣くんですよね、マリオが。おぎゃおぎゃおぎゃって泣くんだけど、それが結構なんか今考えるとなんかよくやってたなって気がする。なんか子供の泣き声ってやっぱりね、しょうがないんだけど、苦手な方結構ね、やっぱりいらっしゃるからね、どうにかしてあげたいっていう意味な、助けてあげたいよっていうね、あれがある感じなんだけど、なかなか斬新なゲームでしたね、あれは。ベビーマリオちゃんをこう安心してね、運んであげましょうっていうゲームでしたね。あ、やった。やっとこのコースからコインが 10枚ちゃんと取れるようになったね。もう遅いけど。竹馬やってるヘイホーかわいいな。竹馬ってなんかわかんないけど、私最後学校の高学年、小学校の高学年ぐらいになんかすげえハマってやってましたね、みんな。あと今やる子いないと思うんだけど、缶の、なんだろう、なんとかポックルみたいな、缶ポックルっていうのかな、空き缶のでっかいやつに紐つけて、なんか遊んでた。今じゃ割と、なんかあんまり、いないよね。今考えると、ちょっと、昭和寄りだったのかな。昔ながらのね、こうやってましたけど。そんな話をしてましたら1位でした。最初のコースだけちょっとあれだったけど、まあまあ初見にしては良かったのではないかなと思います。運が良かったのかな。じゃじゃじゃん。はい、ということでフルーツカップ初見は、ゴールドトロフィーの星1でございました。はい、ということでね、久しぶりのマリオカートだったんですけれども、いかがだったでしょうか。こんな感じで雑談しながらね、ちょっと進めていきたいなと思いますので、応援の方よろしくお願いします。この動画良かったなと思った方、チャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いします。ではでは、リノアでした。バイバイ。